はい、ジェイです。今回はアギラーがようやく対談へということでね、今回はヘスス・アギラー選手がね、契約解除という発表がね、されましたので、そのことについて話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではね、アギラー対談ということで、まずは記事の方から読んでいきたいと思います。セーバー30日、ヘスス・アギラー内野手との契約を終了し、来季の契約を結ばないと発表した。メジャー通算114本塁打を誇る右の大砲として、今季から西武に加入。開幕から4番を任され30試合に出場したが、打率2割4厘2本塁打、10打点。5月8日に右足首痛で出場登録を抹消後、8月13日に渡米し、右足関節後方の胸式下クリーニング手術を行った。実戦復帰には2ヶ月を要する見込みとされ、シーズン中の復帰は必ず終えていたということですね。まあ今回ね、ヘスス・アギラー選手が対談ということになりました。はい、ということでね、まあアギラー選手なんですけども、今年ね、ライオンズに、新加入をした外国人の選手ということでした。まあ昨シーズンまでね、4番打っていた山川選手が FA でソフトバンク2席ということになって、まあ今シーズンはね、やはりこうホームランを打てる選手をライオンズも欲しいということで、まあ新外国人選手として、まあメジャーでね、通算114本塁打を打ったアギラー選手をライオンズは獲得してきたんですよね。まあもちろんね、もう本当にホームランを打つっていうことを期待されて入ってきておりますから、まあ主軸としての活躍、まあ本当に年間でもね、ホームランを本当に20本30本ぐらい打ってほしいなというところではあったんですけれども、なかなかね、期待されていた結果っていうところを残すことができなくて、まあなんならね、まあ5月にも、怪我で離脱っていう風になってしまって、それ以降ね、まあずっともう試合に出ることもなくて、まあ本当にもう試合に出ていた期間っていうのも、まあ1ヶ月ちょっとぐらいということだったんですよね。で、まあなんかね、後々出た情報によるとですね、キャンプからね、なんか足首の痛みを抱えていたっていうね、情報も出ておりまして、まあこれは結構衝撃でしたね。まあちょっとね、その、シーズン始まってからね、怪我をして、まあそれが長引いてしまったのかなっていうふうに僕は思っていたんですけど、まさかのね、キャンプから痛めていた。だからまあその痛みに耐えながらね、まあずっと試合に出ていたということですよね。まあそれはね、まあやはり、怪我するってなったら、まあ長引いてしまうよなと。いうところですから、まあね、キャンプの時点で、まあ、早めにね、痛みをちゃんと訴えてね、まあ、治療して治していたらね、またちょっとね、変わったのかなというふうに思うんですけれども、まあ2月からね、ずっと、まあ、約3ヶ月ぐらいね、痛みかばいながら、まあ、プレーしていたということですから、まあそうなるとね、正直、まあ、ここまで長引いてしまうのも仕方ないのかなというふうには思います。ただね、まあ、怪我の回復次第によってはね、こう来シーズンもまたね、なんか契約するみたいな話も出ておりまして、まあ、ライオンズもね、交渉を行っていたみたいなんですけれども、まあ自由契約ということにね、なりました。で、まあ、今回ね、これでもアギラー選手が、自由契約ということになったんですけれども、まあ、もうすでにね、ヤン選手と、まあ、コルデロ選手の、2人がね、自由契約というふうになっていたんですよね。で、アギラー選手だけ、まあ、その2人よりちょっと遅れた形で自由契約と、いうことになりましたので、まあ、ここのね、差ですよね、やっぱ気になるところは。まあ、本来であれば、まあ、コルデロ選手、ヤン選手と一緒にね、まあ、自由契約でもよかったと思うんですけれども、まあ、一応ね、こう、まあ、怪我の回復者によっては、まあ、来シーズンも、まあ、再契約みたいな、話があったとは思うんですけれども、まあね、その間にもしかしたら何かね、動きがあった可能性があるんですよね。まあ、もしかしたらね、アギラー選手は、まあ、それこそ主砲をね、期待されていた選手、まあ、ファーストを守る選手というところもありましたから、まあ、もしかしたらね、そのファーストで、まあ、主砲の選手の獲得のめどが、まあ、立ったみたいなね、話もあるのかもしれないですよね。まあ一応ね、ライオンズとしてはなんか日本ハムのレイエス選手をね、獲得動いていたっていうのがあって、まあただね、レイエス選手はもう残留が決まりましたから、そちらちょっと叶わなかったんですけども、まあもしかしたらね、他の、まあ、外国人助っ人なのかちょっとわかんないですけども、まあその獲得のね、目処が立ったっていうね、噂もありますし、まあちょっとね、ここはまたどうなっていくのかなっていうのは気になるところですよね。まあただね、一応結果的にはまあコルデロ選手、アギラー選手ということで、まあガルシア選手はね、もともと育成だったのにちょっと別なんですけども、まあもともとこう試合会で獲得したね、外国人選手2人が今回対談ということになりましたから、またね、新たに間違いなく助っ人の選手をね、獲得することにはなっていくんじゃないかなというふうに思います。まあライオンズのね、ストーブリーグっていうのもまあ少しずつですけどもね、動き出してきておりますから、まあドラフトも終わりましたし、ここから本格的にね、補強モードに入ってきますからね、まあどういった補強していくのか、今後注目していきましょう。以上です。はい、今日もありがとうございました。普段はですね、ライオンズの分析や解説、考察、そして最新情報などの動画アップしております。皆さんのチャンネル登録、そして高評価がね、僕の励みになりますので、よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。